ていない川崎、怪我人も多く出ています。レイナが高虎落としたボールですが、これは狙っていました米本。そしてスルーパス、長いエーサー中、逆サイドはユンカーフリーだ。ユンカートラップをしてから決めた。カウンター炸裂、名古屋らしい得点です。先制、名古屋グランパス鬼門のこの轟で先制点。ここで足元へ、ね、戻したボールなんですけど、それを取って前のスペースをどん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 出ていきながらのカウンター、長いからの横パスにユンカーが最後はね、もう落ち着いて決める。この長いの飛び出し、まあ、インターセプトも素晴らしかったですけど、このワンタッチもねまた早かったですよね。仕留めてきますよね、ユンカーはこういった決定的な。長井が、そして左側森下走る、左にを指さしているユンカー、その左の森下使う、中でマテウス走る、カットインしてシュートだー。さあここに稲垣、一度マテウスに渡して、マテウス中に行ってシュート、強烈、ジョンソンリョンのセーブです。これはまだ残しているユンカー、コーナーキックになります。高井が行きました。もうゲームでね考えられている川崎側の足元のパスを取ってミスパス、はい、ブレブレ球で落とした、来た、あの位置から決めていきました。前半終了間際追加点、そして自身嬉しい今季公式戦初ゴールです。蹴る時から壁もしっかり作ってジャンプをしてるんですけど、その上をね、はい、だこの終了間際のフリックを与えたのが危険だったら川崎がしっかり守らないとって言わせてもらったんですけど、はい、実際にこうスタメンからずっと出てるこのメンバーでまだシュートまでいけてませんからね。そうなんですよね。ここは家永から立花のフリック、脇坂から宮代、はい、そしてシュート、家永、はい、ようやく来ましたね、はい、さあ1点返しました。4枚の準備の中で1点返して、まあ、これがどういう一旦考えるようで、4人が下がっていきます。ま、ね、はい、さあ今のシーンです。今、はい、細かいパス交換なんですけど、フリックが入ったり若干こうスペースに流し込もうとするボールが入ったりして、宮代のところにボールが来てプッシュできましたよね、はい、まあ、また下通りましたけど、高いもらいに行っていますが、ジョアン・シミッチ、大南から裏へのボール、これ宮代ボレーだ、ナイスキーパーでした。ランゲラック見てましたね、うん、やっぱりあえてね宮城いい動きしてたんですよ、ずっと、はい、少しミドルのボールもね大南が出ましたけど、うん、これを織り交ぜればまた本来のコンビネーションができる、あ、はい、なる。さあこのフリーキック、ジョンソンリョンからのボールになる、はい、ジョンシミッチ触ってこぼれている、打てない、ジョンシミッチヘッドで押し込む、ナイスキーパーです。ランゲラック、コーナーになります。先ほどこのジョン・シミッチのヘッドです。首の振りでね枠へ持ってったんですけどね。そしてここで長い笛、鬼門のこの轟陸上競技場、この地で見事勝ち点3ゲット、名古屋グランパス11シーズン